どうも、井上です。この動画では、バイヤーズの商品を auPAY を使って、購入するやり方をやっていきたいと思います。実際に auPAY を使って購入していきたいと思います。まず、バイヤーズのトップページですね。今回はこの商品を買っていきたいと思います。まず、これ、いつも通り一緒で、すぐ購入をクリックします。で、内容ですね。内容を見ていただいて、auPAY で購入される場合は、このポイント利用ですね。ここ、ポイントを利用しないの方にチェックを入れておく必要があります。で、これであと、注文者情報とかを入れていきます。はい、注文者情報とお届け先の入力が終わったので、で、あとこの備考欄ですね。ここに auPAY で支払う場合は、この auPAY というのを書いといたら、後々管理するの自分で分かりやすいと思います。私の場合はこれ書いてます。で、完了したら次へをクリックします。すると、このお支払い画面になるので、ここですね、お支払い方法の選択、ここで、ゆうちょ銀行を選択します。で、あとは下に行きます。で、スクロールして次へをクリックします。すると、このページになるので、この内容ですね、内容を見ていただいて、ここ合ってれば、これですね、この注文内容を確定する。これを、押すと、この注文は完了します。押します。注文内容を確定する。これで、注文が完了しましたので、次は、auPAY で支払いをしていきたいと思います。ただ、auPAY で、支払いした場合は、後で、バイヤーズ事務局に、通知しないといけないので、その際に、この注文番号ですね。このバイヤーズのこの注文番号が必要になるので、これをコピーしときます。ちょっと長いので、コピーしてやった方がいいと思います。コピーして置いときます。あと、注文した際の、注文者の情報ですね。注文者の名前も必要になりますので、それも控えておくようにしてください。注文者お名前、ここですね。注文者の名前。はい、バイヤーズの購入の方は以上になります。続いて、auPAY で支払いをしていきたいと思います。バイヤーズのトップページですね、開いてもらって、ここですね、この auPAY 使います。これをクリックします。すると、auPAY の購入の説明ページになるので、これの真ん中ら辺に、ここですね、ここに、QR コードあるので、これを読み取ります。これを自分の auPAY のアプリを開いてもらって読み取ります。やっていきます。はい、では、ここから、スマホを使って、やっていきたいと思います。auPAY を立ち上げて、先ほどの QR コードを読み取ります。で、ここですね。ここに、先ほどバイヤーズで購入した金額を入れていきます。先ほど857円だったと思うので、ここに857と入れます。857と入れて OK で、支払いを確定をクリック、タップします。はい、これで、決済が完了、支払いが完了になりましたので、内容を見て OK であれば、ここをタップします。で、次にこの履歴、ここをタップします。この履歴をタップします。すると、先ほどの注文の内容が出るので、ここをタップします。で、内容が出るので、下スクロールしてもらって、ここですね、この伝票番号っていうのが、後でバイヤーズに申請必要になるので、これを、メモないしコピーないしして、これを控えを取っておきます。スマホでの操作は以上になります。パソコンに戻りたいと思います。はい、そしたら、auPAY の支払いが完了したので、今度は、auPAY の購入したのをバイヤーズ事務局に、通知するやり方をやっていきます。この auPAY の先ほどのページですね、これの
この下の方にスクロールすると申請フォームってここですね、 auPAY 決済申請フォームとあるので、これをクリックします。それとこの auPAY 決済申請フォームになるので、ここに全部記入していきます。まずこれ購入した際のお名前ですね、契約者のお名前をここに貼り付けます。ここに記入します。であと決済方法は auPAY、 これチェック入れます。あとこれですね、バイヤーの注文番号、先ほどのこのここの番号ですね、この番号が必要になりますので、これをコピーしてここに貼り付けます。これをコピーします。でここに貼り付けます。で次に auPAY の決済番号、先ほどの番号ですね、これをここに記入します。次にここの購入金額ですね、先ほどの auPAY の決済した購入金額ですね、857円ですね、857円の決済したので857と書きます。すべて記入ができましたら、この送信ボタンをクリックします。これで送信します。でこの画面が出たら送信完了になりますので、これで auPAY を使ってバイヤーズの商品の購入が完了になります。あとはこれで事務局の方でこの申請フォームを見て、支払いの確認が取れましたら配送準備になりますので、あとは発送という形になりますので、以上でバイヤーズの商品の auPAY を使った購入は以上になります。この動画は以上になります。この動画が参考になったと思ったら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタンの方もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。